リチャードシルクです。どうもトキマサーイ。見慣れない光景だ。どこだここは。ここはどこでしょう。こちら私の家でございます。よっしゃ、僕らが来るのも初めてです、うん、そう、いらっしゃい。これでとうとうフィッシャーズメンバー、カンスが家を出ました。家でしたみたいな。4人目か。まあだいぶ前からその話にはなってたけどね。うんうんうん。引っ越しね、多分しましたみたいなタイトルになると思うんですけど、うん、それは僕ら全員ではなく、俺とかマサイじゃなくて元木っていう、うん、そう。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。ありがとう。今度引っ越し以外持ってくるね。あ、今度なんだ。え、広いね。いいでしょ。結婚いつするの。え、一人暮らしじゃないじゃん。最低二人暮らしだから。一社預から4人目ですけど、うん、まあ今23だから、うん、結婚してもおかしくない。いや、だからなんで結婚の方に持ってきたがるんだ。新しい家に引っ越したらことは基本結婚登録決まってんだよね。いや、お前も結婚してるだろ。新しいさ、家になったわけじゃないですか。うん、そうね。ここね、新しい企画とか、とりあえず撮影できるスペースが増えたっていうのが、いやー、それは本当いいね。ね、ドッキリもかけやすいし。人ん家来て一発目がドッキリの話か。ジャンキーいる？いらねえわ。これ行事にすんだよね。多分撮影することも増えると思いますけど、うん、最初のうちは見慣れないけどね、そのうち多分、うん、ああここかってなると思うからね。お願いします。峯岸っす。峯岸？お腹大丈夫？丈夫え？いや、ねえ。え？なんか企画とか考えられる部屋になりそうだな。うん。こっからなんか生まれていくかもしれないね。ね。元に好きなものとかある？なんか。グミ。グミ以外。いや、やばい。お、え、前の冷蔵庫なんだあれ。いやいやいや、あ、あれすごい。左から開けば開くし、右からもほら開くんだよ。同時にない。ドンってなるの。せーの、やめて。左が勝った。いや、そういうゲームじゃないから。勝ち負けとかじゃないのそれ。そんなよくある？今日右でみたいな。いや、違うよ。孫さん。俺孫さんじゃないよ。孫さんとは言ってないよ。今言ってたよ。ただいま。あの音乾いたな。パカ、これ合ってるっしょ。合ってる。よっしゃ、ご飯作ろう。チーズだ。そう。おう、ほら、ディフェンスいったらどうなんのこれ。あ、ディフェンスはいらねえんだよ。料理にディフェンスはいらない。攻めるのがあっちだったらお前どうすんだよ。やってるお前オフェンスな。俺ディフェンスだから。うわっ、次お前ディフェンスな。ピッカ、はい、やば。開始地点がおかしいです。あ、これ両方いけんじゃん。いや、今その話してたじゃん。え、これ非常って今押した方がいい？いや、今通常。これ冷凍庫。うわぁ、春ゾンビ。春ゾンビ。春ゾンビ。春巻きって言う。新しい家に新しい冷蔵庫あんで、お前もやんなよ。お前そのボケ終わったんだよ。うわ、生意気にモニター2台使ってやんだ。お前どの立場なんだよ。なんか元木のデスク周り見たけど、なんか勉強してるね。いただいたもんなんですけど。誰からで。一つ提案していいですか。はい、じゃ冷房のある部屋来ました。焦った。ここがね、元木くんの作業スペースなんだよね。ですね。新しい取り組みをできそうだね。ちょっと企画考える部屋とか、うん、あったら、で、同時に撮影もできるみたいな。元木がこう、まあ自分のね、やりたいこともあるから引っ越しして、うん、作業がしやすい環境になりましたっていうご報告の動画でございます。はい、俺とマサイが引っ越した時とかも多分メインで言ってたから。あ、エンディングの撮影というか、エンディングの背景は我々オレンジだもん。そうそうそう、多分みんな知らない人もいると思うんで。んなほの別に言えば障害することなく終わっちゃったね。なんせ散らかってるから絶対来ないでね。ありがとう。説明欄の方にも Twitter、まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの。